さて今日のスーパーショット集をご覧いただきましょう。これ1番の鍋谷、傾斜を使って、うわいいショットですね。彼楽しみな選手ですよね、はい、そうですね、鍋谷。そして藤田寛之、この富士桜が大好きなんだそうです。理由は難しいから。第3の技を見せます。まあ、自分を測れるところでもありますからね、こういう難しいコースは。石川遼1番ラインを読み切った、今日のバーディーラッシュの始まりのバーディーでした。今日実は前半スコアを伸ばして優勝争いに絡んできそうな勢いもありました、アメリカのスンスーハン。2番パー3で惜しい。3番の岩田、上位に来る選手はアプローチ上手ですね。そうですね。そしてチェホソン、どちらかというとリアクションに注目。これも見てください、最後、これ最後釣り釣れたって感じの渓流釣りですよね。渓流釣りの、はい、フィッシャーマンでした、はい、これはまあ距離的にはそうでもないんですが、上を追いかけるという意味での、ね、素晴らしいパットでしたよね、ギャラリーの期待に応えるバーディーでした、うん、なんかあるんじゃないかってギャラリーに思わせたパットですからね、はい、強い時の石川遼はこういう選手でした。チェホソン、イーグルパット、ここはさすがに無理かなというところで、面白かったですよね。今日の最終日の展開を面白くしてくれました。そして岩田寛、これ圧巻でしたね、このショットは。プレイオブザショット入っちゃえばよかったね、これ。590万ぐらいいきましたけどね。